始まりました。シャカツハヤトです。この動画は、いろいろらしくで、いろいろと動画を YouTube として流しています。で、今日のテーマは、うんちかぶろうくんっていう自分が作った小説の第2弾になります。第2弾で、キャラクターがまずうんちかぶろうくんで、モレゾウちゃん、タラシちゃん、マルゾウくん、タレゾウくん、ゲロゾウくん、キラちゃん、カイくん、ケイくん、ハシルくん、バボーと、ナガラちゃんと、あとは、ゆめちゃんと、おまるちゃんでいます。木下君もうんち漏らす、うんち漏らし君です。木下ゆうしって言われて、うんちをよく漏らしてます。で、この作品はですね、第1弾がありまして、第1弾のうんちかぶろう君は、結構序盤だったので、面白く作っています。で、第2弾もまた、その迫力がすごくて、その読んでると、あ、これ、もっと先が気になるとか、結構、書いたんですよね、小説を。で、うんちかぶろうくん1も読んでる方がいるので、木下ゆうしくんはヘタレです。そうですね、木下ゆうしくんヘタレですね。ここに木下ゆうしくんはちょこちょこ出てくるんですけど、超ヘタレだからすぐ飛んでっちゃうんですよ。うんちかぶろうくんにやられて。で、モレゾウちゃんとか、味方がモレゾウちゃん、タレゾウちゃん、ゲロゾウくん、あと、おまるちゃん、たらしちゃんと、あとたこまるっていう妖精と、ベンちゃんがいろんなところに飛んでって、いろんなことが起きていくんですよ。で、小説のそのいいところは、自分はちょっと何が多いんですけど、おすすめの、この本のおすすめなところは、小学生でも中学生でも高校生でも大人でも、何これみたいな感じでいけるというふうに作ってるので、そこがいいところです。で、このキャラクターがあって、このタイトルが「うんちかぶろうくんゲ」第2弾2です。で、これをちょっと作りました。あらすじは、まず、小学1年生だった、うんちかぶろうくんが、3年生になって、で、いろんなことが、頭にうんちがかぶって、ふつふつなって、いろんな戦いがあるんですよね。戦いがあって、最終的に、終わるんですけど、それは見てからのお楽しみということで。で、仲間、敵の人は、キラちゃんが一番ボスで、ナガラちゃん、ハシルくん、ケイくん、あと、ユメちゃんと、カイくんとコアくんが、敵です。で、おまるちゃんは敵か味方かわからないけど、まあそこは見てのお楽しみですね。あと、ペーパー先生っていうのがいて、そこの学校の先生なんですけど、ペーパー先生めちゃくちゃ強いんですよ。で、他にもいろいろあるんですが、まあそれは見てからのお楽しみです。そうですね、見どころ、他には、あと、ちょっと難しい、こう、頭の中でちょっと考えて、こう、読まないと、ん？何なんだ？みたいな感じになっちゃうんですけど、多分読むと最後まで全部繋がってるんですよ。皆さん、電子書籍で出しています。皆さん、電子書籍で出します。Amazon の
Kindle に出すので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、バイバイ。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。バイバイ。